皆さんこんにちは、くまパン園芸のアシスタントコビです。以前はね、フェイクプランツ、人工プランツに対してあんまりね興味がなかったんですけれど、最近は風通しが悪いとか、一日中日陰だ場所とかにも植物を置きたいなと思って、フェイクプランツも取り入れるようになりました。そしてここ数年ぐいぐいとフェイクプランツの出来が良くなってるのに皆さんご存知ですか？私はね、特にね気にしてチェックしているのがニトリさんです。ニトリさんね、何気なく毎年ね新商品ですか、種類も豊富で、なんかねすごく力入れてると思うんですよ。なのでちょっとニトリさんに行ってフェイクプランツちょっと探してみてきます。では行ってきます。それでは私が買ってきたいいなと思った商品を紹介させてください。まずは私のねコビの寝室の窓際の写真でもシークレットガーデンのブログでよく見かけるハンギングアラマンサス、これですね。これなんですが、赤紫のね垂れ下がるお花、今やスーパーフードとしても有名なアラマンサというよりはグリーンネックレスにね、なんか近いような気がするので、コビ的にはこれはもうグリーンネックレスとしてディスプレイしています。ニトリさんにはこの他にグリーンネックレス、ハンギンググリーンネックレスという商品名でコロコロっとしてね、もうちょっと丸いねものもタイプも売っているんですが、私的には個人的には好みなのでこちらを使ってます。これ開封済みです。これ普段いつもお部屋でね使ってたものです。こんな感じです。あともう一つ、ハンギングスパニッシュモス、ちょっとねこれ離れてみるとね本物のね薄根オイデスに結構見えちゃうんですよ。ソーキングや霧吹きし忘れちゃったりして薄根オイデスをね枯らしそうになることが結構あるので、このフェイクプランツに結構助けられてます。特に玄関とかトイレなど霧吹きをねかけるのを忘れそうな場所にディスプレイする植物としてもとっても重宝してます。最後にこれ、じゃーん、こんな大きいんですね。商品名はエアープランツ29センチ、結構適当な名前の付け方だなって思ったんですが、お値段がね925円、税込み999円で、この値段でこの大きさもうびっくりですよね。それからねボリュームだけでなくてね、表面のこのハーフマット、わかるかしら、ハーフマットな質感もね完璧です。どこにディスプレイしようか、もう今これからね楽しく今日は考えようと思います。ああアシスタントコビに任せたらさ、フェイクプランツばっかりになっちゃったよ。ニトリさんにはこの他素敵な植物雑貨も多かったはず。次の動画では僕がニトリさんに行ってくるね。この動画が気に入ってもらえたらグッド&チャンネル登録もよろしくお願いします。あとブログやツイッターもやっているのでそちらもよろしくね。ではまた次の動画でも会えると嬉しいな。またねー。